皆さんこんにちは、シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年2月25日日曜日の夜に収録しております。今日は一昨日2月23日金曜日の夜に放送されました、それスノーマンにやらせてください、それスノ2時間スペシャルダンス完コピレボリューション、もう間違いなくそれスノが生んだ、ヒット企画だと思うんですけども、今回第3回になります。またむちゃむちゃ今回も良かったです。第3回のダンス完コピレボリューション2時間スペシャルを、振り返らせていただきたいと思います。昨年4月にゴールデンタイムでの放送になってから、おそらく前回をまたこの動画で振り返らせていただいてますし、ほとんど多分その金曜日の夜にそれスノが放送があった夜に、2回3回見返して、深夜に収録させていただいて翌朝に動画をアップさせていただくっていうパターンが、まあ、ほとんどだったと思うので、2日経ってそれを振り返るというのはおそらく初めてかなと思います。で、昨日2月24日は京都祇園ジョニーエンジェルライブハウスでのほっこりカフェライブ、そして今回はスノーマン目黒蓮さんの27歳のバースデーをみんなでお祝いしましょうという、そういう思いを込めたライブやったので、前夜のそれスノ放送会の、23日金曜日の夜はまたこのそれスノゴールデンタイムの放送、昨年始まってから初めてその夜に見なかった夜でした。翌日の、またライブの準備、またちょっと曲の練習したりっていうのがあって、これを見てしまうと放送だけでも2時間、またそれをまた見返したいところがあったりするともう何時間もかかってしまうので、ぐっともう金曜日の夜は翌日のもう全国から来てくださいますメメのバースデーをお祝いさせていただく、もうライブに集中しようと思って心を鬼にして、見るのを我慢して、そしてまた24日もまあお昼前からライブハウスの方に行ってまた皆さんと準備をして、まあ1日、なんかこう楽しいライブイベントをさせていただいたので、昨夜帰ってきて夜にようやく見させていただいて、そしてまた翌日もう2日後にこの感想を話してするのは、まあ、初めてで、なんか感覚的にはその見た夜か、まあ、少なくとも翌日ぐらいにお話をして、皆さんのまた気になったところ、皆さんが感動されたポイントなんかも、またコメントで書き込んでいただくっていう、まあ、スタイルやったんですけども、まあ、ここまで、やっぱり前回このそれスノを振り返らせていただいているので、そしてまた今回の第3回の完コピレボリューションもむちゃむちゃ良かったので、ぜひほっこりカフェファミリーの皆さんも、なんかこう感動したポイントなんかもコメントしたいなっていう思っておられる方もおられると思いますので、ちょっと2日後、そしてアップするのは月曜日なので、放送からもう3日後の動画にアップになるんですけども、また今回もむちゃむちゃ良かった、ダンス完コピレボリューション第3回を振り返らせていただきたいと思いますので、どうかお付き合いください、よろしくお願いいたします。で、まあ、それスノに関連するところで、まあ、ちょっと残念なニュースがここ2、3日前に入ってきまして、で、それは、それスノの前回の放送、2週休みがあったので、前回の放送が2月9日の放送やったんですけども、宮舘涼太さん、伊達様と向井康二君、2人が、元白鵬、横綱白鵬さんの宮城の親方、宮城の部屋へ行って、そちらの方で、その、まあ、ちゃんこ的な料理を作られるっていう、その放送があって、で、すごい楽しかったですし、また康二くんの料理が、あ、康二くんもこんなに料理が上手にできるんやっていうところを、まあ、見させていただきました。そして何より、あの時見させていただいた、なんかこう、宮城の部屋の、なんか白鵬さんの、なんか、あったかい感じ、そしてまたユーモラスな感じも、なんかいい感じの空気感のお部屋、なんやなと、なんかすごく思ってて、あ、こういう、なんか普段見れないところを見せていただけるのも、それその企画の魅力の一つやなっていうのを、まあ、改めて感じてた、宮城野部屋所属の
北青鵬、もう本当に将来性がものすごく高いというのは、もうみんなが思っておられたし、私は、相撲ファンでもあるんですけども、まあおそらく将来的には、大関ぐらいまで行くんではないかな、身長が2メートル以上あるので、ものすごく将来性をなんか期待されてた方が、その、弟弟子に、やっぱり暴力を振るってたっていうことを、なんか摘発されて、告発されて、確か宮城のその部屋の、宮城の部屋自体も今かなりちょっと部屋預かりみたいになって微妙な感じなんですけども、その当事者の北青鵬も、もう即引退っていうことになったので、まあ本当に残念で、相撲ファン、なので、まあ将来のある方で、まあすごく残念なんですけども、まあこれはもう今も絶対にこういうことはやっぱり許されることではないので、まあこういうやっぱり厳罰に処せられるということも、もうそれも当然やと思うんですけども、何よりなんか楽しそうな感じの部屋の中でそんなことが起きてたっていうことも、2月9日のソレスの放送がすごく良かったから、余計になんかこのニュースを聞いて、ちょっとね、なんか私も残念やなっていう思いが、まあ、ちょっとね、起こってしまって、きっとなんかそのあたりも感じておられる方もこのニュースを聞かれた時に、確かあれ二人が行かれたとこと違うかなと思われた方もね多いと思うので、まあちょっと残念なんですけどね、やっぱりソレスノに関することなので冒頭に少しだけ触れさせていただきました。じゃあ23日放送のむちゃむちゃ良かった第3回の、完コピダンスレボリューションにね、ちょっとまた触れていきたいなと思うんですけども、で毎回私もまあ楽しみなのは、その今まで初めて出られる、あ、よくこの方出てくださったなっていう方が毎回出られるんですけども、今回その中で私ね、ダイスの花村聡太さんが出られたのがすごく意外っていうか、でダイス私もすごく好きで、シトラスやスターマインっていう楽曲も好きですし、でボーカルがこの花村聡太さんと大野雄大さんの2人がボーカルやと思うので、こういうやっぱりダンス対決なのでパフォーマーチームが出て来られるのが普通やと思うんですけども、そこに花村聡太さんが、まあボーカルなんですけどって出て来られたのが、うわ、なんかすごいなと思って、で、まあ、どれぐらいで踊れはんやろと、もうボーカルがものすごいのは、もうハイトーンもすごいし、ものすごい歌唱力、二人とも素晴らしいボーカルで私も大好きなんですけど、その中でもまたさらに高い声が出るのがこの花村聡太さんで、うわ、どんな風に踊れはんやろと思って、そのボーカリストやのに出てこられたなんかその決意みたいなものがなんかすごいなと思って、なんか楽しみに見させていただきました。でまた JO1 の川尻蓮さん、この後にちょっと触れさせていただきます。蓮対決があるので、またこの JO1 の川尻蓮さんもねすごくかっこよくて、昨年の FNS 年末に放送されました歌謡祭のスペシャルダンス企画でラウル君と一緒にね、このダンス企画されたような中でもあるので、まあそんな中で今回出演者の中で、まあ一番私、うおーと思って嬉しかったのは、ダイスの花村聡太さんが出られたことと、あとは私、京都なので、AKB48 2代目総監督を務められた、横山由依さんが、その AKB48 時代から、やっぱり京都出身なので、すごくなんか応援してたから、あ、横山さんやと思って、あ、今日はちょっと応援しようと思って、なんかもう京都からの推しの気持ちでね、応援させていただきました。初級編、中級編、上級編と9回戦まであったのかな？ちょっと気になったところ、なんかちょっとね、触れさせていただきます。またぜひ皆さん、コメントで、この人のダンスのパフォーマンスがものすごく良かったです。またスノーマンの今回メンバーの誰のどんなところが良かったですっていうところも、ちょっとまあ動画アップするのが3日後になるんですけども、覚えておられるところでコメントいただけたらなと思っております。そしてすごくちょっと、心配っていうか、1回2回ではなくて、4、5回この話題を
ショッピー自身が、もう自ら何回も何回も出してたのが、もう出演者の中に後藤真希さん、ごまきがまた今回も出演しておられたことで、ま、間違いなくその話題に、ずっと好きでしたみたいなことを前回も言っておられたので、ショッピーがそのことを触れるのはきっと触れるやろうなと思ってたんですけども、私たちが思ってる以上に何回も何回もま重ねてくるから、まあ面白かったんですけど、私この男性シニアスノタンの私もちょっとそのショッピーのファンの人たちは、こんな何回、しつこいぐらいに何回も何回もショッピーから、最後の方は家に行っていいですかまで言ってたから、ちょっとメンバーもちょっとなんか、半分呆れてたんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと心配になってきて、私はまあ男性やからまあそれは番組が楽しく展開したらそれでいいんですけど、ショッピーのファンの人たちは、どんな気持ちでこれ聞いてはんやろうなと思って、まあいらない心配かもしれないんですけど、なんかちょっとね、私、心配になってしまいました。ほっこりカフェチャンネル見てくださってる方で、まあ、ショッピーのファンの方のなんか素直な感想も、なんかすごくちょっと心配になって、なんかものすごい寂しい気持ちに、なんかショッピーのファンの方たちなったはったら、かわいそうやなとなんかすごく思ったので、そういうふうに思われたのか、いやいや、そんなことないです。もういつもあれは番組を盛り上げるために、ショッピーがああいう役を、してくださってるっていうのが分かってるから大丈夫ですっていうふうに思われてるのか、そのあたりちょっと、なんか、まあ、いらん心配なんですけど、なんかちょっとすごくそういうショッピーファンの皆さんがどんなふうになんかちょっと寂しい思いしたらいいかなと思ってね、なんかすごく今もそんなふうに思ってるので、またショッピーファンの方のなんか素直な感想を、教えていただけたらなと思います。一回戦、コウジ君がちょっとふざけて、まあ、わざとふざけたいと思うんですけど、春菜、松浦あやちゃんの春菜愛バージョンを、ぶち込んできたのも、まあ、一回戦、初級なので、まあ、普通に、成功するだけでは盛り上がらへんっていうところで、まあ、コウジ君が、まあ、ちょっとおふざけに入ったんですけども、そのおふざけに対して、ラウル君が、遊びじゃねえんだからって言ったのもね、もうやっぱり、このあたりのツッコミが、やっぱりラウル君のワードがむちゃむちゃいいなと思って、で、さっき言ったショッピーが最初のところでも、もういてくれるだけでいいですって言ったら、推し活してんじゃねえよっていうね、ラウル君が言ったので、やっぱりラウル君のツッコミの切れ味は、ワードのチョイスなんかもね、すごいなと思って、遊びじゃねえんだから、そうって言ったのが、ちょっとハマってしまいました。で、まず2回戦の、マツケンサンバの、伊達様が、やっぱり、伊達様は、もう絶対にビシッと決めてくれるのは分かってるんですけど、もうやっぱりもう期待通り、期待以上の、もう踊りをこのクリアするだけではなくて、ものすごく優雅に、ゴールドの浴衣が着たいぐらいですって、伊達様おっしゃってましたけど、まあ本当に衣装で、そのままの衣装で一回、伊達様のマツケンサンバを踊られてるのを、なんかすごく見たいなと思ったぐらい、むちゃむちゃ優雅に踊っておられたので、もうさすが、この2回戦のマツケンサンバを踊られた伊達様、本当にさすがやなと思いました。で、3回戦のスマップのシェイク、で、ヒー君はできるやろうなと思ったんですけども、まあ、ヒー君も大原桜子さんも、ダパンプのトモさんも間違えられて、で、このあたり、まあ、毎回思うんですけど、この番組が成立するのはもう審査員の高博さんがおられるからっていうことが、もうかなりパーセンテージが高いのではないかなと思います。よく本当に細かいところを見ておられるなと思って、そしてその OK かダメっていうその基準がブレあらへんので、それがスノーマンであろうとゲストの方であろうと、そこのオッケー、ダメの、そこが絶対にブレあらへんから、私たちが見てても、今のでいけてたんちゃうのと思うところも、いや、こうで、そこがちょっと残念ながらとおっしゃられたら、やっぱり私たちもさすが、高博さんと思うので、この3回戦で3人とも失敗したんですけど、改めて、高博さんの、やっぱりこの、やっぱりもう判断の素晴らしさが思いましたし、ここでもまたショッピーが、
お家行っていいですかっていうのは、もうあんまり私もね、まあ、掘り返さないようにしたいなと思ってるんですけど、ちょっと私もね、ちょっとびっくりしたんですが、で、4回戦から、中級編に入って、で、このあたりから、そのダイスの花村聡太さんがむちゃむちゃ素晴らしくて、で、そのまあ、ボーカリストなので、その3分で踊りを覚えて、しっかりと再現するだけでも大変やと思うのに、まあ、その最後のところで、もう TAKAHIRO さんが選ばれた MVP のところにもつながっていくんですけど、ものすごく表情を豊かにニコニコしながらパフォーマンス、ダンスをしておられるので、この4回戦の NiziU の定価ピクチャーなんかのあたりのところから、いや、花村さんすごいなぁと、思って。で、その花村さんがすごかっただけに、そのショッピーのこれを成功したら、マジで家行っていいですかって、またもう一回この話を言ってて、そんなん言うてたら、失敗するねと僕思ってたら、まあ、やっぱりね、もう残念なことにも失敗して、これで家に行けなくなったって、まあ、言ってたので、まあまあまあ、そこもね、ちょっともう、スルーさせていただきたいと思います。で、5回戦の4人同時の完コピーチャレンジでも、ここでは、あ、そっか、さっくんがピョーンと飛んだ時に、その後で、ちょっとね、足が開いてなかったとかっていうのでダメやって、そしてまた面白かったのは、女子チームのところで、この楽曲が、ミニモニの楽曲やったんですけど、さっくんが、そのバックで、紅白に出たことがある、ミニモニのバックで紅白に出たことがあるっていう情報は、私、初めてやったので、きっとそのジュニアに入る、ジュニアになる前なんですかね。きっとその前に習っておられた、なんかこう、ダンスの学校とかから選抜で出られたのか、またこのあたり、どういう経緯で、その紅白ミニモニのバックで出られたかっていうことも、詳しい方がおられたら、また、教えていただけたらなと思っております。そしてまたこの、企画の、なんか私たち見ててすごくなんか、楽しみなところは、楽曲にそれぞれ時々、その先輩の、曲、事務所の先輩の曲が入ってて、で、結構みんな、SnowMan のメンバーも、そのツアーを回ったり、バックを務めたりしてるから、なんかそのあたりの、なんか思い出も込めて踊っていただけるんですけども、で、あそこで、ラルクが言ってたのか、そのバックの振りと、そしてまたこの演者さん、メンバーの振りと、あ、ちょっと違うのかなって言ってたので、あ、そういうこともあるんやなっていうのもね、なんかちょっと教えていただけたような気がしたんですけども、私も大好きな名曲、キンキキッズのガラスの少年、花村さんと川尻さん、JO1 の川尻さんが成功されたので、この後の、メメと安倍ちゃんの時、私ね、もう本当にこう、もうこんな感じで、祈るように、頑張ってとね、絶対、特にそれはもう、近畿の楽曲やから、その、絶対に失敗するわけいかへんので、祈るような気持ちでちょっと見てたんですけども、成功していただいて、これもまあ、本当に良かったかなと思います。そして、7回戦から、上級に入って、ぐっとまた難しくなって、BTS のバターですね。で、これが、ラウル君がもう期待通り、むちゃむちゃかっこよく、華麗に、圧倒的なスタイルで踊ってくれて、その後、ごまきさんも、ともさんもちょっと失敗したので、あ、ここはもう改めてね、ラウル君の、やっぱり実力を、見せつけてくれたので、嬉しかったです。AKB の次が、ポニーテールとシュシュのあたりは、さっくん、その前回がね、失敗してたので、ここでしっかりとまた成功して、そして、キャンドゥキャンゴー、これが V6 の曲がね、こちらの方が、川尻蓮さん、JO1 の川尻蓮と目黒蓮さん、蓮対決ということで、メメの方から蓮ですっていうふうに言ったのが、なんかすごく、面白かったですし、また、横山由依さんが、ひーくんと約2年前とおっしゃってたかな？なんかミュージカルで共演して、で、その感想は？っていうことで、ふっかさんに、ね、聞かれたら、魂レベルがすごく高い方ですって、
横山さんが言ってくださったのは嬉しかったし、なんかすごく納得できる言葉やったかなと思います。毎朝演者の方の楽屋にその乳酸菌の飲料を届けてくださってたのでということで、あ、なんか私もそれこれも初めて聞くエピソードやったので、なんかすごく嬉しかったですし、なんか誇らしかったです。まあその後またちょっとこのショッピーがこうやって横から出たりしてましたけど、まあさすがやっぱり山本ひかるさん、ひーくんやなと思いましたし、そしてその後ラストがマイケル・ジャクソンのスリラーを、4人全員でこの踊られるというところで、でスノーマンチームはふっかさん、ひーくん、阿部ちゃん、ショッピーで、まあ、見事に成功されて、この段階では、スノーマンチームが、ポイントがもう途中で逆転して、1位になってたんですけども、MVP を TAKAHIRO さんが選ばれるときに、私は本当に、素直な感想で、今日は穴村蒼太さん、じゃないかなと思ってたら、もうその通り穴村蒼太さんを選んでくださって、また選んだ理由のところなんかもすごく感じてたことなので、さすが高井さん、しっかりとなんかパフォーマンス正確かどうかっていうに加えて、そうやって表情のところまでそのパフォーマンスされる方のなんかそこも見ておられることのところが、さすがだかなと思いました。ですので、ここでボーナスポイントが入ったので、まあ、優勝は、ダンスグループ選抜チームっていうことを、まあ、やったんですけども、まあ、本当にね、なんか最初に思って、うわ、穴村蒼太さんが出てはるにゃっていうところと、まあ、ボーカルなんですけど、頑張りますとおっしゃってて、で、最後やっぱり MVP で選ばれたので、まあ、今回やっぱり本当にもう文字通り、番組の MVP は、穴村蒼太さんやったと思うんですけども、ダンスのところで行くと、2回戦のところのマツケンサンバの伊達様がね、やっぱりすっごいなんか優雅で、美しかったので、この伊達様のところにも、なんかね、もう一つ MVP をなんか差し上げたいな、そんな気持ちで見させていただきました。で、次回が2月8日の放送で、前回が、日本航空かな、行かれた、安倍ちゃんとローランドさんの、このまた最初ちょっと、ローランドさんの、なんかこう、存在感に、安倍ちゃんがあんまり、なんかこう、自分から出ていかれる感じじゃないから、これやったら安倍ちゃんが霞んでしまうかな、と、ちょっと心配になったんやけども、1時間の番組終わる時には、何にも自分の方から出しゃばらへんのに、言えない言葉の選び方、そしてなんかこう振る舞いで、なんかローランドさんが安倍ちゃんの人間性になんかこれは惚れてしまいますって確かおっしゃってたと思うんですけど、なんか安倍ちゃんの素晴らしさが自分から出しゃばらへんのにそれが浮き立ってきたっていう、なんかそういう意味ではものすごくいいコンビやなと思ったローランドさんと安倍ちゃんのコンビで、今回確かアマゾンの倉庫の方になんか行かれる回やっていうのでね、なんかすごくまた次回の放送も楽しみにさせていただきたいなと思っております。今日のそれスノーの、3回になりますダンス完コピレボリューションはむちゃむちゃ良かったですし、なんかこう初めて見れる方もきっと絶対にこの番組に出るので勇気がいると思うんですけども、まあでも今回の穴村蒼太さんのように、あ、こんな素敵な結果を残したら今までなんかこのダイスのことのものすごいファンの方以外もやっぱりすごく、うわ、こんな素敵な方やったんやっていうことで一気に多分ね、ファンの方も増えたりするので、まあちょっとリスクはあるんですけど、これからきっとまたいろんなグループ、いろんなこのタレントさんが出たいと思われると思いますので、まあこれはまだまだ4回5回とこのヒット企画はまあ続けてほしいですし、続いていくことになると思いますので、また素敵な方をまあここにゲストに呼んでいただいて見させていただけるのを楽しみにしております。ただショッピーのファンの皆さんのことだけちょっと心配になった、まあそれでもまあすごく素敵な楽しい2時間スペシャルダンス完コピレボリューション第3回、ちょっと放送から2日ほど過ぎてしまったんですけども、振り返らせていただきましたので、また皆さんの感想、感動ポイントもまたコメントいただけたらありがたいです。最後までご視聴くださいまして本当にありがとうございました。生まれてきてよかった君とね。
てきてよかった、君と出会えたから。生まれてきてよかった、少しだけ優しくなれた。生まれてきてよかった、ほんの少し優しくなれた。特別じゃない日々、特別じゃない二人、特別じゃない恋だけど、かけがえのない日々。生まれてきてよかった、君と出会えたから。生まれてきてよかった、君と出会えたから。